背景です。今回は熾烈すぎる外野手争い現状についてということで、今回はライオンズの外野手開幕スタメン争いについて簡単に現状を整理して話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは外野手争いの現状ということで、外野手争い、今熾烈な争いが繰り広げられていて、開幕スタメンの3枠を今争っている状況ではあるんですけれども、現在今その開幕スタメンの3枠に誰が一番近いのか、それぞれね序列を簡単に僕なりに考えてみたので、まずはねそこから見ていこうかなというふうに思います。僕が考える現在の開幕スタメンへの序列はこんな感じかなというふうになっています。一番開幕スタメンに近いのが蛭間選手、鈴木翔平選手、ヨーカー選手、次にスタメンに近いのが西川真奈選手、栗山拓実選手、そしてその次に近いのが長谷川選手、川越選手、愛斗選手、金子裕二選手、高木渉選手、そしてですね現在ちょっと怪我をしてしまって争いに参戦できていないのがペイトン選手、若林選手という形になっています。簡単に今スタメン誰が一番近いのかっていうのを順位付けすると、こんな形になるかなというふうに思います。それでは一つずつ詳しく話していこうと思うんですけれども、まずは20までの蛭間選手、鈴木選手、ヨーカー選手、一番開幕スタメンに近いとされているこの3人について話していこうと思います。まず蛭間選手ですね。蛭間選手は今年のドラフト1位ルーキーということで、即戦力、新戦力ということでね、非常に球団だったり首脳陣からも期待をされています。何よりねやっぱりドラフト1位ということですのでね、それだけ本当に期待は大きいんですよね。期待値が大きいっていうところでね、まずそれだけやっぱりスタメンに近いっていうところ、首脳陣からの評価っていうところも、キャンプから非常に高くてですね、やっぱり新戦力ってなったらね、首脳陣もね一度は使ってみたいっていう気になりますので、そういった部分でもね他のメンバーよりかは、比較的にスタメンに近い状況にはあるのかなというふうに思います。で、対外試合だったり、紅白戦だったり、キャンプからずっとアピール重ねていますけれども、比較的バッティングの方ではねいいアピールをしていますし、守備でも本当にファインプレーをしたりだとか、攻守にわたって非常にねいいアピールをしているというのもあるんですね。元々の期待値に加えてね、対外試合での活躍ってところも考えると、彼はね本当にスタメンに最も近い存在といってもね過言ではないかなというふうに思いましたので、こういった評価にしました。続いて鈴木翔平選手ですね。鈴木翔平選手に関しても昨シーズン、ある程度1軍の試合に出たっていう実績もありますし、ここまでオープン戦での打率4割超えということでね、非常にいいアピールをしているんですよね。そういったところを考えると、彼もね本当にレギュラーだったりスタメンに近い存在かなというふうに思います。そして最後ヨーカー選手になるんですけど、ヨーカー選手はね基本的にファーストとかサードとかあるいは指名打者でね試合を出ることが多くて、内野がメインにはなってきてね、外野に関してはねそんなに外野で使われるってことはないかなっていうふうにも思いますし、外野手争いに参戦しているかというと、もちろん蛭間選手だったり鈴木翔平選手とかと比べると、またね違う立場なのかなっていうふうにも思うんですけれども、バッティングっていうところではね、非常にいいアピールをしていますし、昨シーズンタイガースの方でも非常にいい活躍をしているっていう実績もありますので、外野手争いに入ってくるかどうかちょっと分かりませんけれども、開幕スタメンっていうところに入る可能性は十分高いのかなということでですね、今回20丸のところに入れておきました。はい、そうですね。最もスタメンに近い3人に関しては、こんな感じになります。続いては2番目に開幕スタメンに近い西川選手、栗山選手について話していこうと思います。まずは西川真奈選手ですね。西川真奈選手もここまでオープン戦打率3割を超えていて、非常にいいアピールをしています。オープン戦での活躍ってところは非常にいいんですけど、ちょっと昨シーズンね、1軍の方で結構使われたけど、ヒットが出なかった。で、ずっとね、1軍での無安打記録っていうのが、続いてしまっているってところでね、あまり首脳陣からの印象っていうのはね、さっき言った蛭間選手だったり鈴木翔平選手かとかと比べると、最初の段階ではね、そんなに良くないというのもありますよね。そういったところを考えるとね、鈴木翔平選手だったり蛭間選手あるいはヨーカー選手あたりと比べるとやっぱりね今の活躍だとちょっと落ちる部分があるのかなというので、丸の評価にしています。やはりですね鈴木翔平選手だったり蛭間選手を超えるインパクトだったりアピールっていうところをねしていかないと、なかなかねあの二人を超える、あの二人の先に行くっていうのはね、難しいのかなというふうに思いますので、なんとかね、もっともっとね、インパクトのある活躍っていうのをしてほしいなというふうに思います。今でもね、十分本当にいい活躍してくれていると思いますので、もう一声、もう少しね、頑張っていってほしいなというふうに思います。で、続いて栗山選手に関してですけれども、栗山選手に関してはやっぱり実績とか信頼っていうところがね、大きいんじゃないかなということでね、丸の方に入れています。
で、あとは、まあ、この前のオープン戦で外野でもね、出場したんですよね。まあ、昨シーズンはね、外野を守る機会一度もなかったということで、まあ、外野手争いから外れていると言っても過言ではないのかなというふうに思ったんですけれども、まあ、ちょっとね、この前外野でも出場したということでね、やっぱり栗山選手も、まあ、外野のスタメン争いってところにはね、入っていくっていうことに今シーズンはなっていくのかなというふうに思ったので、一応入れています。まあ、ただ指名打者がメインにはね、なってくるかなというふうにも思いますので、過去ということにしています。続いては三角の序列、長谷川選手、川越選手、愛斗選手、金子選手、高木選手を見ていこうと思います。まあ、ここがね、今一番多いということに一応なっているんですけれども、まあ、まず長谷川選手と川越選手ですね。この二人はね、現在一軍の試合に出てはいるんですけれども、まあ、なかなかやっぱり出場機会がね、与えられてなかったりとか、まあ、思うようなアピールをできていないという現状があります。なので、まあ、鈴木翔平選手だったり蛭間選手、西川真奈選手と比べるとね、やっぱりちょっと落ちる部分があるのかなということですので、まあ、三角の評価にしています。まあ、せっかくね、一軍にいるのでね、まあ、少ない出場機会であると思うんですけれども、なんとかねアピールをして、まあ、今後ねもっともっといいアピールをしていけるように期待していきたいかなというところですね。で、金子選手、愛斗選手、高木渉選手の3人に関しては現在1軍にいなくて、まあ、2軍の方でね試合に出たりしているんですけれども、まあ、2軍で結構いいアピールをしているというのがあるんですね。なので、まあ、この3人の誰かはねそろそろ1軍に呼ばれる可能性もあるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ちょっとねキャンプ、まあ、昨シーズンの故障だったりとか、まあ、怪我をしてしまっていたっていう影響もありまして、2軍スタートだった3人なんですけれども、まあ、現在はね試合にも出て守備にもついてということでね、結構もうフィジカル的にも万全な状態になってきています。で、特に愛斗選手、金子裕二選手の2人に関しては、やはりね1軍での実績っていうところもある程度ある選手たちですので、まあ、はっきり言って最初から1軍に入れるのであれば、あのスタメンに入ってくる可能性っていうのはね十分に高い選手なんですよね。なので、まあ、ちょっとね丸の評価でもいいかなっていうふうにも思ったんですけど、まあ、現在まだねちょっと一軍の試合の方に一度も出ていないというのがありますので、一応ね三角という評価にしておきました。まあ、やっぱりですね、ここの今三角のところにいるメンバーがやっぱどれだけもっともっとこの先アピールをしていくことができるのか、それによってやっぱりこうライオンズの選手層だったりとか、まあ、外野手争いのレベルの高さっていうところはね、変わってくるのかなっていうふうに思いますので、やっぱり今ここにいるメンバーが、まあ、長谷川選手、川越選手、愛斗選手、金子選手、高木渉選手が、まあ、もっともっと本当に丸だったり20丸のところにいる選手たちを追い抜くようなアピール活躍ってところをねしていって、まあ、もっともっと熾烈な争いっていうのをね繰り広げていってほしいなというふうに思います。で、最後故障者ペイトン選手、若林選手2人について話していくんですけれども、まあ、ペイトン選手と若林選手、万全な状態であれば、まあ、この二人もね、十分スタメン有力候補だったというふうに思っています。まあ、ペイトン選手に関しては本当に前までの実績というのもありますし、まあ、外野のレギュラーってところを期待されてね、こう、新外国人として、まあ、来日している、加入しているというのがありますので、まあ、本当だったら20枚にいる選手ではあると思うんですけれども、まあ、ちょっと現在故障してしまっていて、まあ、試合にね、出れる状況にないということで、×にしています。まあ、ペイトン選手に関してはね、頭にボールが当たってしまったということで、非常にこうシビアな部分ではあるんですけれども、まあ、打撲だったということでね、まあ、そんなにこう重症ではない。で、まあ、開幕スタメンというところの可能性もまだね、残ってはいるんですけれども、まあ、ちょっと若林選手に関しては、まあ、まだ復帰のめどが立っていないということでね、まあ、開幕に関しては絶望的な状況なのかなというふうに思います。ペイトン選手に関しても、まあ、故障自体は多分軽症なものだと思うんですけど、やっぱ V が V なだけに、まあ、結構シビアにはなるんですよね。なのでやっぱりね、意外と思ってた以上に長引くんじゃないかなというふうに僕は思っている部分もあります。まあ、まずね、ペイトン選手も若林選手も本当に能力の高い選手ですし、まあ、レギュラーになれるポテンシャルだったりとか、まあ、実力っていうのは十分持っている選手だと思いますので、まあ、まずは2人ともしっかりと今の故障を直してもらって、まあ、プレーできる状態にまずしていってほしいなというところですね。で、そこから、まあ、さっき言ったメンバーたちとね、争いの中にしっかりと入っていって、まあ、スタメンレギュラーっていうところをね、獲得していってほしいなというふうに思っています。はい、まあ、他にもね、外野手のメンバーいるんですけれども、まあ、一応開幕するための可能性がある選手たちに関しては、まあ、以上のメンバーかなというふうに僕は考えています。まあ、まだね本当に全然開幕まで2週間ありますし、オープン戦もありますし、まだまだね今丸とか20枚にいない選手たちにも、まあ、アピールのチャンスっていうのは今後あるんじゃないかなというふうに思っています。
まあ、本当にライオンズ外野手のレギュラーっていうのが今年こそはね絶対誰か出てきてほしいっていう中で、まあ、非常に若い選手たちをアピールしてくれてるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、今後も外野手争いところをぜひ注目をして見てみてください。以上です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているのでぜひチェックをしてみてください。ツイッターの方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。